11学、9に18、3に27、9し、30…こんにちは。ガキが来たぜ。おボンちゃんようこそ、ボンちゃん。こんにちは。はじめまして。生で見ると結構可愛いこれなんかずるいじゃないですか。なんか可愛いやん。ちょっと可愛いガキじゃないですか。可愛いちょっとよしよししたくなっちゃう。そうなんです。ちょっと可愛いけど、まあ、やっぱ騙されちゃダメです。これビジネスです。ビジネスですよね。最低もちゃんと、はいはいはい、逆にこんな年齢なのにお金をもぎ取ろうと考え方がいや本当に可愛くない。そこは可愛くないですよ。いや僕あとね、腕に数珠つけてるやつあんま信用してない。しかもあの量がついてればついてるほど田舎のヤンキー。そうなんですよ。ちょっと数々怪しいなと思ってますわ。じゃあまずは自己紹介の方から。はい、ハザード少年革命家伊藤です。ということで、今、中学2年生で13歳で、不登校 YouTuber として活動しています。よろしくお願いします。じゃあ今日の目標金額お願いします。はい、1000万円です。え、あ、ごめんなさい、ちょっと緊張してる。1000万円です。おーい、13歳です。すごいな。1000万円、13歳の1000万はどう、俺らのいくらなの。もう今俺一軒って言ったから、俺も今日の上からびっくりした。13歳で長者番付に名乗り上げようとして長とかの上ですから。北海道さん超えとるね。こいつやべえと。本当に一軒ならこういう若いのは今潰しとかないと。こういう危険思想は間違いない。じゃあ1000万円のビジネスプラン見ていいですか。はい、ハーバード大学に行きたいです。おお、あれ不登校ちゃいましたっけ。確かに。もうちょっと詳しく聞きたいですね。確かに聞きたいですね。いろいろ。まずハーバード大学に行きたい理由はやっぱり革命を起こしたいなと思っていて、はいはい、であの日本一周今してるんですけど、日本一周が終わったらもうすぐに行きたいなと思ってるんですよ。行きたいのは分かったけど、お金の問題じゃないと俺は思ってるんですけど、何を使うんですか。あ、まずあのハーバード大学に行くためにはちょっと船で行かないといけないんで。船買おうとしてる。飛行機乗れんだけやろそれ。海版のスタディ号を作るってことです。いや、あ、まあそうではなくて、はい、で、まあ、俺からしたら船って言ったら、まあやっぱりピースボート、ピースボートっていう船があって、はい、なんかその、まあ、世界一周するっていう船なんですけど、うん、その船に乗って、でそのあの国まで行ってハーバード大学行かないといけないんで、でまずその船だけで200万円かかって、で、まあ、まあ塾も行くんで、塾は、まあ、もうここに行け、ここに通え、ここに通え、塾費で、まあ、500万円で、一番かかるん、あ、まあ、あとは九とか、九覚えないといけないんで。あ、九覚えなきゃいけない。ちなみに九覚えるのにいくらかかる計算なんですか。600円です。おい、現塾やな。だって九知らんの。まあ、あの、まあ今は、まあ、あの9の段が一番難しくて。あ、9は難しいよね。ラスボスやね。ラスボスが全部できる。まあ、9、1学、9、2、18、9、3、27、9、4、36、9、5、45。すごい。黒く、9、81です。そいつなかったことにしたら、まあ、すごいな、時空またきましたね今。でも、そうか、まあでも600円で、何よりも今1000万いらないプランなんですよね。まあ確かに。でまず受かるのに受けに行くってことですか、船で。あの、まあ船で一回行って、でそこでちょっと一番かかるのが食費なんですよ。食費食費だけで、まあ食費で500万円かかるんですよ。あ、なるほどね。あの、俺ってお寿司しか食べられないから。俺ってお寿司しか食べられないから。このガキ、海の幸やな。このガキね。このガキ。てか俺そのすごい原点なんですけど、陸路は陸路で行け。わざわざ海を経由せずとも別にその飛行機で行けばいいわけやし、飛行機やったら別にその、まあ高くてね、200万かからんし、確かに確かに、別に船でわざわざ行かんでも、そもそも陸路っていうルートが用意されそうやったら、そっちで行ったらどうなのかなっていう。いや、でもやっぱり船で行った方がなんか楽しいじゃないですか。お前冒険したいだけやろ。冒険したいだけやろ。このコスプレしてたらさすがに飛行機乗ったらいいんですけどな。お前なんて言ったらどう見ても海やんっていう話ですけどね。何がしたいですか、ハーバード行って。ハーバード行って、ハーバード大学の中行って
お寿司食べたいんですよ。こいつ。いい飯食おうとしてる。それで革命って起きるんですか。まあそれが革命じゃないかなと。船で行ってハーバード行って寿司食ったら革命だと。革命だと。そうなんですよ。ハーバード大学行ってる人ってみんな勉強したりとかしてるじゃないですか。でもハーバード大学行ってお寿司食べてるとそれもまたスタディじゃないかなと思ってて、それもまた革命じゃないかなと思ってるんですよ。13歳でハーバード大学の前でお寿司を食べる、これ革命じゃないですか。まあ敷地に入れればいいってことやな、これは。なんか入学すればいいわけです。敷地の中に入ってお寿司を食べる。あ、そういう。じゃあ浮かれたいわけじゃないんや。あ、まあ浮かれるなら浮かりたいです。そんな時間やっぱ浮かれたらいいなぐらいで浮からんと。ハーバードはっていうか、ハーバードの中に行ってお寿司を食べることは自己満ではあるけど革命ではないんじゃない。いやでもなんかなんか見てる人が出したらこいつすげえなってなるじゃないですか。それは おもろいしすげえなとはなるけど、おもろいしすげえなってなることを全部革命って呼び出したら革命の価値が下がるやん。確かに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 。俺らがここ確かにそれは革命だわって納得できるようなことが一個でもないとそれは革命って呼べないんじゃないかなっていう。革命って何ですか。いやお前さっきはむずいだろ。ちゃんと13歳の質問や。いやいい質問してくる。怖い、子供のこれが怖いよ。なんでそこは社長に聞いたもんね。社長に聞いたもん。革命って何ですか。革命、ちょっと待ってね、ググる。子供のまっすぐな質問来たの。権力体裁や組織構造の抜本的な社会変革あるいは技術革新などが比較的に短時間に行われることです。ちょっと難しい、まあ、難しいよ ね、まあ、ね難しいよね。レボリューションやね。レボリューション。じゃあいいですか。一応ビジネス願望に近い気がしてて、まあ、これでどう1000万円が返ってくるのか、はたまた1000万出した価値があったなって思えるようなことをしてくれるのだろうと。はい、リターンはまずハーバード大学行って、うん、でお寿司食べて、でそれで大学生たち帰るときに、その時に英語で日本で一番有名な YouTuber はレペゼンフォックスですって英語で一人ずつに言っていきます。それは俺らが言いに行った方がお金もかからん。俺らは普通に飛行機乗っていくわけやし、ハテニャンとかに言わせてそうそう、ハテニャンハテニャンただでも言ってくれるし。でもやっぱりやっぱドラゴン細井さんのメリットはない気がする、ね。うん、あ、ドラゴン細井さんのメリットも同じで、で、まあ、ツイッターのフォローよろしくって英語で。英語で。はい。英語で。今英語ちょっと勉強してて、でちょっとLINE で送ってもらって、あ、送ってました。ちょっとこういうのがいいんちゃうかって言って、英語勉強したいって LINE がいきなり3ヶ月前で届いたんですよ。英語勉強してるんや。英語も勉強してて。あ、それはめっちゃいいことです。いいことですね。だから学校に行かなくても自分のやりたいことは勉強してるってことなんだよね。そうですよ。でそれでまあ日本一周終わったら次世界一周も行きたいんで、うんうん、でもう練習したいなと。ああ、世界一周のためにね。はい。要約すると日本一周兼世界一周ゴール地ハーバードで寿司食う全込み1000万ってことですか。そうですね、多分そんな感じですよね。もうほぼほぼ、まあ僕らのメリットはないと思ったないです、ね、日本一周と世界一周にほぼ1000万を使い切る感じですもんね。多分その目的地行くまでの寿司代ですよね。ですよね。そうですよね。やっぱリターンがやっぱはっきり明確にないと。でも聞きたいことも僕的には聞けちゃった。ゲタポン側で言いたいことは最後あ、じゃあちょっと変えていいですかね。1000万円じゃなくてハーバード大学行くのやめるんで、600円ください。俺クック勉強したいです。あじゃあまず、僕からですかね。僕のファイナルジャッジは、200円です。ありがとうございます。まあこれでクック勉強していただけたら、まあ、ちょうど3分の1かなぐらいの感じです。ありがとうございます。いや出すかマジ迷うなこれ。マジきつ。200円。おお、じゃあ今400円がつながってるっていう状態ですね。すごい。なるほど。これでもしホイさんが200円以上出せばオール達成だ。成立だ。まあくくぐらいは。おめでとう。
そうね、まあ、だってあのこの子にお金を払うことは日本の未来への投資だと思って、いや、はい、本当そう、本当そう、ここで九九を覚える子が一人でも増えるのは日本にとってはやっぱプラスなんですよ。確かに結局、はい、だって中学生やけど九九言えない子もいるっていうね。26歳で九九言えない子がそこに座ってる。そうですね、はい、全然全然、いやすごいわ。えユタボンは一番誰みたいな大人になりたいと思ってる？もうみんなですね。うわ、ボンちゃん、ボンちゃん、この中から一人決めな。そこの扉の鍵赤いようになってる。一人決めな。え、マジか。ボンちゃん、え、ちょっとそれ見ない。好きな人も素直に好きな人。もう本当素直に好きな人。もう決められないっす。かわいいな。許しちゃうよ。許しちゃうよね。十三歳、そんだけ年の差かわいい。このやっぱこのな声変わり前でずるくないですか。じゃあユタボおめでとう。ありがとうございます。ボンちゃんありがとう。人生覚えた。ありがとうございました。お家に早く帰るよ。22時までに22時まで帰るよ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。かわいいな。今日の動画を見てくれてありがとう。